がさ、犬、やっぱコウ君と隣にいること多いじゃん。で、その時は、犬からするとコウ君って背高いなーって思ってたんだけど、ちっちゃってなったね。ライブ見た時。え、クソちっちゃいじゃん。え、あんなちっちゃいんだって。初めて知った。あんなちっちゃいこと。なんかおばあちゃんが入院した時のこと思い出した。おばあちゃんがさ、家にいた時は何とも思わなかったんだけど、おばあちゃんがさ、入院した時、めっちゃおばあちゃんちっちゃくて、すごいちっちゃくて、あ、犬が守ってあげなきゃなってその時に思ったの。で、ライブのコウ君見た時に、うわ、コウ君ってこんなちっちゃいんだって。いや、守ってあげなきゃなとかは思わないけど、それは思わなかったけど、でも、あ、子供なんだなって。全然思った。子供じゃんって。男性陣のライブね、見た。いやー素晴らしかったね。てか、ファンサーがうめえの。背もね、みんな高くて。うずこさんだけちょっとちっちゃくて可愛かった。うずこさんよかったなー。うずき先輩ちっちゃくて可愛かったの。あれはショタです。でかい人たちに並ぶとさ、周りがみんなでかかったから、うずき先輩ちっちゃくてショタだった。うずきコウも増えてるけど。あれ？あ、うずきさんなんでここ選んだの？どう考えても同期の柱じゃん。うんこ書くなよ。織姫星月になっちゃう。他に書くとこなかったんだ。いいよ、いいですよ。ここに書いてくれてよかった。ありがとうございます。うずきさんライブ最高だったからね。生で素の晴れが見れてるとは思いませんでしたから、あれも。あと脱法ロックね。ちょっと、うずきさんは絵も演出する天才だなと。思いましたね。なんか、あと、大きいお兄さんたちにこうなんか囲まれて、すごい小さくて、ちょこまかしてて、非常に良くでしたね。テレキャスター B-Boy ね、さっきも言ったんですけど、僕が提案させていただきました。で、やっぱね、うずこさんが、ええのよ、この曲にぴったんこなんよ。頭身がやっぱり一番、頭身というか、背が低いじゃないですか。まだ成長期ですからね。うずこさんは可愛いねーって和んでましたね。王冠可愛いねー。うずきが可愛いのよ。ちっちゃくて。うずきちっちゃいからさ、なんかの節にうずきがね、ちょっと背伸び気味になってる瞬間があって、それ見て僕もさ、シェニーさんも、まあ見た目で言うとすごいクールな男性じゃん。身長もそれなりに高くて、だからうずきそれジャンプとかまで行ってもいいんじゃないみたいな。もっと可愛くてもいいんじゃないって。可愛くやるなら全力で可愛くやるのが一番可愛いのよ。うずきがそれもし嫌とかじゃないんだったら、それ思いっきりやった方がいいよって。うずきもっと、もっと行こうぜ。多分自信ないと思うんだよ、最初って。てかね、ちょっと、うずきの話も長くなるんよ。もうイベント自体が初めてなわけじゃん。すげえ不安とか、ちょっと自信なかったり、自分ってもしかしたらダサいかなとか、張り切りすぎかなとか、いろんな不安があると思うのよ、うずき。だからこそ、彼が少しでもその片鱗を見せた瞬間は、背中を押してあげたいなってすげえ思ってて。怖いし、緊張するし、何が正解かもわかんないし、初めてで。でもみんな、周りはさ、歌とか踊りとかやってて。すげえ不安になると思うのよ。まあ、だからこそ、うずきがそう、ちょっと背伸びして、あ、いいなとか思ったものとかは、積極的に伝えていきたかったし、何より自信も持ってほしかったし、思いっきりやろうって。間違えてもいい。ちょっとやるんだったら思いっきり可愛かった方がいいよって話をしてた。うずき。うずきがさ、もうほんと可愛いのがさ、イヤモニがちょっとおかしかったかな。スタッフさんに何かを言いたそうにしてて、横見たら、でもなんか、何か言いたいけど、これ、どうしたらいいんだろうな、みたいになってるのとか、あるたびに、もう僕が近くのスタッフさんにパッてあげて、ちょっとうずきのイヤモニのあれがおかしいっぽいんで、ちょっと聞いてみてもらっていいですかって。うずきがトイレ行くときも、うずきトイレ行かなくて平気、一緒行こうぜって、一緒に行ったりしてた。帰り道が一緒だったらうずきとタクシー行ったり、お腹空いてない？飯行く？とか言って、ご飯を持ったりしてた。タクシー代まで出した。もうタクシー代まで出すだろ。やっぱかっこよくするのってすごく難しいんだよ。俺みたいなちっちゃいやつにとっては。手足のリーチって言い訳でも何でもなく本当にバクアドで、同じ動きをしてももう見え方がもう全く違うみたいな。もう同じリズムで同じようにこうシュッとやってももう全然見え方違くて。だからもうなるべくちょっとでもこうジャンプしたりとか、若干こう身を乗り出したりとか、ちょっと背伸びするぐらいの勢いで体を動かしてみたいな。感じを意識したかな。テレキャスタービーボーイの練習の時に、確かカナエ君に、両サイド僕たち身長めっちゃ高いから、うずきは、うずきの可愛さを生かしたやり方の方がいいよ、みたいなことを言ってくれて、そういう風に行こう、みたいな
ふうに思ったね。列もありましたね。よかったね。特に脱法ロック。うずこうの。あれは、手書きマットでね、ずっと前に作ってくださった方がいらっしゃいまして、私もそのマット大好きだからね、すんごい感慨深かったね。めっちゃよかった。熱子先輩の脱法ロック、マジで、よかった。低音すごくなかった？うずこうさんの。落差がすごい曲ではあるやんか、脱法ロックって。綺麗に響くな、綺麗になるなと思って。そう、うずこうの脱法ロックね、ちょっとなんか脱法ロック歌った時も前夜祭、去年の前夜祭で歌った時もまあちらっと話はしたんだけど、なんか今回うずこうが歌ってくれてすごく良かったなって思ったし、ずっと申し訳ない気持ちでいたんだけど、当時のね振り返り配信を見てもらったら多分その時の私の心境がわかると思うんだけど、でも今回うずこうがやってくれて本当に良かったなって、2割ホッとして2割なんか申し訳ない気持ちで、後の気持ちはめちゃくちゃ見れてよかったっていうか、この時代に生きててよかったって思ったし、うずこうが2時3時に入ってきてくれてよかったって思った。やっぱこうを見て2時3時に入ったって人結構いるし、なんかデイツー組もうずこうのライブみたいだったみたいな感じの表現してる人もいたけど、私もそれを感じたし、伏線回収っていうか、こうがやってきたこととか、こうが、ああそういえばあれやったよなみたいなこととか、あそういう関係値もそうやあったなとか、そういうのがすごくこう伝わってきたライブだったから、彼らにしかできない、彼にしかできないことをこのステージでやってたなっていうか、2時3時の4年間を見てきたなっていう感じ。まあもちろんこうに限らずね、剣持ちも突然ダンスしだしたりだとか、お前エアギターしろよって思うんで突っ込んだけど、私鏡隼人はどん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 神々しくなるじゃん、もう神かよみたいな2時3時の、まあ、歴史4年半を見たなっていう感じで、すごく良かったですね。脱法ロックに関しては曲提出、全員分の曲提出が終わって確定したところで、あ、勝ち確のやつかって、たまにあるじゃないですか、聞く前から勝ってるやつあるじゃないですか、特殊勝利条件満たしてるやつあるじゃないですか、それだったなと思って。本当に宇月さんのファンが夢で見るやつ、大学生が言う5000兆円降ってこないか、あの5000兆円だったんじゃないかな、これ。それがステージになっちゃったっていう。でそんな宇月光さんの脱法ロック響くよな。宇月光さんが初めてじゃないですか、ライブ。そんな野暮なねことをする人も稀かとは思うんですけど、やっぱお互い初めてだと宇月光さんと肩を並べなきゃっていう思いがありましたね。 TV もあるし、宇月光さんのパフォーマンス、宇月光さんの中でもここはこうしようっていうプランがありつつで、宇月光さんやっぱりそういうのを表現するのもお上手ですから、僕はやっとこさいろんな方と相談したりとかして爆笑を作ってましたけど、宇月光さんのその魂に任せて客も煽りつつみたいないうところを僕は果たして追いつけるだろうかなと思いながらやってましたね。僕の中では追いつけてると思っております負けてはなかったと思っております。そんな宇月の脱法ロック、もうね、もうリハから見てきました。僕はしたね感じだ。彼はどんどん自分なりの正解を見つけて、ここはこうしようっていうのがどんどん固まってきて、したい表現をちゃんとできてきてるんだな。よかったな宇月、お前かっこいいよ、その脱法ロックお前にしかできないよ、思いながら見てました。でもな、そこでも思ったな、やっぱ自分にはできない表現ってたくさんある、これはね磨いてもできないものなんだなって思った。その人が持ってるならではのものなんだなっていうのもすごい感じて、同時にでもってことは僕にもきっとそれがあるって思ってるっていうのもあって、やっぱね客観的に見るっていう意味でも本当にすごい影響、いい影響でした。帰ってきてね、ナッポロック終わってからゼーゼーしながら帰ってきて思わずしちゃったよね、ハイタッチいやガチでよかったよ。もう不安がってたうずきじゃない、そこにいたのはプロのうずきこうよ、あそこにいたのは。脱法ロック、いやこれマジでやばいよな。サイガスが一番感動してたと思うんだけど、まあ、俺も感動したね。まあ脱法ロックはやっぱ俺がシーズ1期生でデビューして間もない頃に出たすごいマッドが、マッドっていうか手書きマッドみたいなのがあって、まあ、やっぱり俺もそのマッドを当時見てすごい感動した覚えがあるんで、うずこうがその選曲をしたっていう事実もちょっと嬉しさを感じたね。無料分でやっちゃうんだみたいな、
これ金取れるだろうって本気で思いながら見てた。あれは本当にびっくりした。あれね、本当に二次三次っていうグループがまだまだ不安定というか立ち上がって、まだまだ V バーチャル YouTuber という業界がまだそんなに規模自体が大きくない時代のあれだったんで、いや、あの選曲はね、震えたね。よかった、めっちゃうまかったし、あと MV も超良かった。あのマットはね、ちょっと、まあ、今見るとちょっとね、当時の、まだライバーの少なさみたいなのもね、実感できるんで、見てみるといいかもね。続いて、ダッポーロック。いや、これだよ。これ感想配信でアッキナ盛り上がってたけどさ、最高すぎたな、マジで。いやー、だってもう、最初のね、投資連でみんなで集まった時にね、うずこ何歌うのってなって、もう、ダッポーロックソロでやりますって聞いた時にもう、でかい声出ちゃったもんね。これはね、オタク殺しだと思いますよ。夢追いは元シーズン2期生の第3弾という、そういう区分でデビューした男なんですけれども、当然その二次三ロックっていうね、伝説のマッドを見てるわけよ。マジでだから熱すぎた。リハの度にサイドの方でね、モチさんあたりとこうやって二人でね、うわーっつって、イソン好きって。二人でね、二人でってか、まあ、みんなでだけども、乗ってましたね。そんでさ、何回もリハやるって言ったけども、だ何回も聞いてんのよ。何回も聞いてんの。もう、これがあるんだなって。分かってんのよ。分かってんだけど、マジで本番泣きそうになったね。演出含めて、完成された状態を聞くとやっぱ違ったな。伝説よ、だから。伝説が足生やして歩いてきたみたいなさ、なんか無駄に変な例えするとちょっとチープになっちゃうからあれなんだけども、あれ聞いてる時の夢追いはね、マジただの二次三次のオタクをしてましたね。あとはね、うずこさん初の歌ライブじゃないですか。リハを経るたびにね、どんどんそのうずこさんの中のイメージが固まってきてる感じがしたというか、だんだん動きが固まってきてる、ここでこうしようっていうのがコウさんの中で固まってきてるんだろうなっていうのがなんかありありと感じられる気がして、でそれを見てる我々めっちゃエモを感じるみたいな、そういう構図だったんだよね。我々からすると経過を見てるとやっぱはっうずこってうずき俺嬉しいよってあ、うずこの話や。うわ、やべえ。うわ、一番話したかったのに俺うずこのこと。うわ、うずこの話します。今から僕正直もうっていう話をいろいろしたんですけど、俺ファンタジア総括してうずこだなと思いました、正直。いやね、やばい、マジで。もう今回はいくらなんでもです。良すぎ。ダッポーロック、やば、あのマッドの再現やんってはずっと思ってはいたのよ。でももう何回も聞いてたから若干麻痺してたんだけど、前日にさ、リハーサルの映像をもらったのね。で、全員のやつ見てたの、リハの映像。衣装かわいいなとか、映像かっこいいなとか見てたんだけど、うずこのさ、バックの映像さ、ちょっと待ってだよね、完全に。これね、手のひらの絵文字です、これ。ちょっと待って、震えた、普通に。えって思って、すぐにニコニコとか行って、二次三ロック見て、で、なんか、ライブ当日のテンションと、久々に見た二次三ロックの映像と、あらゆるものが駆き巡って映像見てちょっと泣いた。で、当日、うずこのパフォーマンスを見て、で、まあ、それがあって、で、スノハレンの、まあ、その下りもあって、で、そのスノハレンの下りなんだろうっていうことから調べてたら、俺帰ってからずーっとうずこうのこと調べてました。正直、すいません。家に帰ってからもう、二次三ロック聞いて、スノハレ聞いて、うずこうの切り抜き見て、自分の英語さんもほどほどにして、ずっとそれやってたわ。朝4時ぐらいまで。で、本ちゃんが言っちゃよかった。なんか、すごい思い出したわ、なんか。二次三ロックが投稿された時って、まあ、4年前なんですよ。2018年。この頃って、ミコチとか、リキちゃんとか、まあ、リオンさんとかがデビューしたぐらいの時期なんだよね。ちょうど俺その時期ぐらいに、もう二次三次結構本格的に見始めてたんだ。で、いろいろ、こう見てた中で投稿されたやつで、で、あれを見て、うわ、なんか二次三次、いいじゃん、みたいな。もしかして、俺も志していいのかって、なんか、そうなんかね、今までその見てた二次三次を、え、俺も入っていいのかみたいなそう、俺もその手を掴んでいいのかみたいな、そうっていうね、ことをね、思わせてくれた、まあ一個の要素なんだよな、あのマット。そう、それを見てうずこの切り抜き見てみようと思って、そういろいろ切り抜き見たりとか、そうで、それでオーディションの動画にたどり着いて、まあ今に至るんですけど、熱っってなっちゃった、普通に。で、今一緒のステージ立ってるのかみたいな。で、なんか個人的にはこれが無料パートっていうのも熱くて、みんなが見れる状況、それが
そう、この世界の誰一人見れるっていう状況、無料パートっていうところまで含めて、なんかね、うずきこうだなっていう感じが、視聴者だった頃の気分がね、ふつふつと蘇ったね。脱法ロック、いやー、これはね、文脈を知っている人間、まあ知っていなくてもね、素晴らしかったんじゃないかと。僕ライブのたびにね、毎回一番好きだなってのはみんな当然あると思うんですけど、明確になんか覚えるんですよ。今回のライブで僕が一番好きだったパフォーマンス、歌、演出はこれだったなっていうのがあるんですけど、今回はもうぶっちぎりで脱法ロックだったなって思いますね。なんかいろいろな意味でエモかったですね。なんかまあロックンロールみたいなキャラクターじゃないですか、うずこうって。非常にドンピシャでしたよね。ルサンチマンの代弁者っていうか、そういう節があるじゃないですか。日向日陰で言ったらね、日陰側を言語化して代弁して共感してっていう感じの彼が、それこそこういうことね、こういう光を、光景を見るっていうことの意味ですよ。ちょっとね、 100% これがしたいかって言ったらわからないですけど、まあ結果としてこういうことになってっていう意味ですよ。うん、ちょっとエモすぎたね、ロックすぎたね。これは非常に日陰に刺す光、なんだっけそれ、あ、それあれだ、あ、僕がつけたマリカハイの二つ名じゃん。いいこと言ってる。いや、ロックンロールだよね。難しいんだよね、彼の立ち振る舞いって。自分もそうだし、見られ方としても、そのセルアウトっていうか、そのそっち側に立つのって求められてるのかなとか、それがしたいのかなみたいな部分って、彼が抱いてる命題みたいなものの一つだと思うんだけど、まあでもいいんだよ。そういう人間に、そういうのを多分抱いてる視聴者もいたかもしれないけど、そういう人間でもいいなって思わせるくらいの光景があったんじゃないかなって僕は思いましたね。うん、選曲について話していくか。選曲ってか、まあどういう思いでみたいなの部分のとこなんだけど、軽い理由としては、時を経てライブ王がなんかその雪月花の時にも使ってたし、 QED 優勝した時にも使ってたし、今だったら逆にうちはネタすぎねえんじゃねえかなみたいな、その当時を見てなかったとしても、今年見始めた人でもライブ王って見た目に、まあ一応名前フレーズだけには触れたことあるだろうし、節目節目で使ってるから気合い入れるのにもいいかなみたいなっていうのが、まず一つと、あと、まあ初めてのステージってっていうことで、なんだろう、初めてのステージにして4年経ってるわけよ、デビューしてから。自分がただ単に幸福を受け取れてなかっただけなのかもしれないけど、当時より確実に明るくなってるし、幸せになってるし、ギリギリのタイミングなのかなみたいな、ここを逃したらギリギリのタイミングなのかなみたいな風に思ってて、昔の自分もステージに連れてって歌うみたいな感じのイメージだったんだよね。嫌がるかもしれないんだよ、もしかしたら昔の自分は。でもなんか、なんだろう、幸せを実感してみると、人って動物はなんか幸福に抗えないんだなみたいな風なことを考えたりするようになってて、今なんかさ、どん底にいる人に、ま、俺もそういう時期あったよみたいな風な文脈で語るんだったらわかるんだけど、今現在俺も一緒だよっていうのはあまりにもフェイクすぎるじゃん。それを求めてる人もいるんだろうけど、ファンタジアの特別ゲストですよになったよとかみたいな嘘は積極的についていきたいけど、そういう嘘はちょっと違うなみたいな、俺は這い上がるぜみたいな感じじゃなくて、無理やり自分引きずってってドーンってステージに乗せてまたがってタコ殴りみたいな、なんか幸福パンチで自分をなんかレイするみたいなイメージ、俺の中で。あとなんかそういう視聴者のことも、過去の自分と昔の自分に似た視聴者とか、なんかそういうのをオラオラみたいな感じのイメージですね。そうそうそう、それってまあ一番残酷なことかなみたいな。でもまあそれくらいでちょうどいいやみたいな、多分やられたくない人にとっては死ねって言われるより一番残酷なことだろうなみたいな思って、そういう気持ちで、俺なりのなんかそれが答えかな、今のね、今の。まあなんか俺が脱法ロックを今歌うにあたってダウナーな面するのは違うのかなみたいな、これが多分5年目とか6年目とかだったら過去の自分みたいなのも違うのかなみたいな、今がギリギリのタイミングなのかなみたいな感じでやりましたね。デイツのリハーサルかな、リハーサルをやってる時にちょっと音漏れが聞こえてきてて、らしさ
ぽい伴奏が聞こえてきてて、えっ、らしさだ、嘘と思って、私スーパービーバーめっちゃ好きなんだよ。だから誰が歌うんだろうってずっと思ってて、本命夢雄先輩、太鼓八代さん、大穴シェリンさんだと思ってたんだけど、え、まさか加賀美社長とコウさんだとは。めっちゃ良かった。少年心持ってる人同士2人が歌うらしさすごい良かったね。歌詞が超好きなんだよね。この2人のらしさはね、本当に良かった。感動した。お前らそういう漫画のやつらだよ。エモかった。エモーショナルでした。コウが揺れながら動いてさ、揺れながら動いて、違う、揺れながら歌ってさ、加賀美さんがさ堂々と歌ってる時のあの時見てくれ、ぜひもう一回。自分らしさなんていうのは見つかんないものな気がしてるし、僕的にはね、ずっと探し続けるとしたらもうずっと探し続けるのかなって思いますけども、思春期の折探したくなる気持ちも分かるし、あったと思うしっていう宇月さんと、ある程度自分というものを見つけてきたであろう加賀美さんが向かい合って、でしかもその宇月さんが全身で表現して勢いをつけてに対して、加賀美さんが結構どっしりと構えてらっしゃったのね。あの対比が本当にね、曲の解釈にも伝わってて、どの程度意図されてたか分かんないけど、僕はそう見えてすごい良かったですね。らしさだ。次は選曲私でしたね。結構切り抜きとかでもあるからご存知の方も多いかなと思うんですけど、私がデビューするときに公開させていただいた Within っていう曲、最初は全編オクシタで撮ってたのかな確か。その後に宇月さんの IC っていう曲聞いて、あ、これじゃあいかんって思ってその時撮ってた音源を全部消して撮り直して初配信臨ませていただいたっていうことがあるんですよね。このフィールドには刺さらんなぁと思って、この曲がもうすでに IC という曲があるフィールドにはこのウィジンじゃ刺さらないなぁと思って、それで撮り直したことがあるんですね。その中でステージでこうやって一緒に歌わせていただくっていうのがデビューしてから、そう、相当経ってからなわけですよね。その私がデビューするにあたってシーズすごい好きで、その中でこう一つあった気持ち、いろんな気持ちの中の一つとして、まあ、私からもたらせるものは何かあるだろうかっていう、助けになれることはあるだろうか、もっとわかりやすい話で言うと、おこがましいけども、この二次三次っていうものにもたらせるもの、助けになれることっていうのは私がデビューすることによってあるだろうかっていうのは、まあちょっと考えてたんですよね。まあステージ、そうですね、今回一緒に歌うにあたって、まあ、何か渡せるかなって思ったのは覚えてるかな。なんからしさは安心感があった。社長が引っ張ってくれる感じを感じてたし、あと向き合って歌うところな、向き合って歌うところは明確に本番が一番良かったな。なんか気持ちが溢れて、あそこまで向き合って歌うってちょっと気恥ずかしいものがあるし、でも社長はね、俺以上にリハから全力な人で、社長のリハ見てると恥ずかしいと思うこと自体が恥ずかしいんじゃねえかみたいな風に思えるから、で実際本番で面と向かって歌ってる社長見てて、なんかいい影響を受けてって感じだよね、ほんと。でもなんかおこがましいかもしれないけど、社長の方が勝ってるとは思っても俺が負けてるとは思わないみたいな、そういう気持ちがめっちゃあったな。ここ社長すごいなみたいな、俺よりいいなみたいな、めっちゃ思い浮かぶけど、手引っ張ってもらって、すげえいい影響受けてもらって、なんかバフかけてもらってるけどみたいな、うん。全然絡みないし、エモい理由とかちゃんとは分かってないんだけど、うずこ先輩なんかやっぱあの人すごいよね。花があった、花が。スノハレとか見ててさ、おいしかわ、おい、みんなペンライトしろにしろ、そこラスサビの前でオレンジにするところだろとかオタク出してたスノハレもイントロでどよめいてたな。あれはもはやあの笑いだったかもしれん。うずこがなんか言ってたじゃん、なんか思い出すな、ライブの帰りの日牛丼食って帰った、であれ、いや、八代さんが止めてたやん、そんなことよりって。何の話してんだろうって、なんかラブライブにそんなくだりあったっけとか思いながら、でなんか帰ったらラキ雪牛っていうのがトレンド入ってて、これのことかと思って調べたら、ニコニコの切り抜きにたどり着きまして、ラブライブの
ライブに行った帰りにそう雪が降ってて、その時に食べた牛丼がめちゃめちゃ美味しいよね。価値は金額じゃなくて、そのなんか情景とか含めて決めるんだぜみたいな、うずこうの鉄板ネタだったっぽく。何の話してるんやろ。ちなみに帰ってその切り抜き見て爆笑した。これすごくないと思って、なんかさ、うずこうの今回のライブのその伏線回収感すごくない？集大成なんかな、うずこう。もしかして全部が今日のライブに集約されてる。これね、あのうずきこうリスナーはね、間違いなく今回のライブ見る価値大あり。しかもスノハレじゃんみたいな。あまりにも綺麗すぎる伏線回収に俺は爆笑が止まらなかった。ライブ終わって家着いて飯食った最初がチーズ牛丼でしたよ。ライブ前も食ったし、この曲で僕のチーズ牛丼消費量が上がった。スノハレ本当に良かったな。なんか会場近くの吉野家さんかどこか米切れたって聞いたんですけど、吉野家さんって米切れるんだって思って。よっぽどのことあってもそこにだけは米があるのが吉野家さんだと思ってたんですけど、うずこうの王冠良すぎないか。あれずりーよ。スノハレエモすぎた。ラブライブの曲なんでしょあれって。男性が歌ってもいい曲なんだなって感じありましたね。あれ聞きながら思い出したわ、あのうずこうのラブライブ曲で。だからみんなのいるところで、まあ、この曲提案したの多分うずこうだろうなって言ったけど、本当のところは知らない。牛丼屋の米なくなったらしい。まあいいなあ、そういう影響を及ぼせんの。うずこう、そう考えるとめっちゃかっけえな。そういうなんか客に影響を及ぼす点では控え値だったんじゃねえじゃん。牛丼屋の米なくなるでしょ。最高だろ。配信者としても、ライブした側としても、ライブ王です。だから、まあ普通に高くてさ、美味しいものって世の中にも、まあいろいろあるんだけど、やっぱ美味しいものといえば、ラブライブの舞台を見に行った帰りに、寒い中ね、電車に乗って、雪が降ってる中電車に乗ったらその電車が止まっちゃって、そんな中頑張って頑張って寒い中凍えながら帰って、食った、牛丼が一番うまいんだよねっていうぐらいの話をしないとやっぱりいけないわけ。アッキーナが女性アイドル曲やろうみたいな流れを作ってくれて、スノハレやりてーってなんか、いやでも言ってみようみたいな、ちょっと渋塚かって思いながらもスノハレやろうって言って、なんかいいねみたいな、それですごい盛り上がってくれて。でもラキセツギはもう一番身内はみたいな。こいつ急に牛丼の話しだしたぞみたいな。一番だから勇気が必要だった。いやでもよかったね、やらせてくれてありがとうだし。でも別にひいき目、自分のひいき目抜きにすげえいいやつになった。あとみんなさ、誰も覚えてなかったっぽいんだけど、俺ソロの歌詞割り俺が自分で勝手にというか、一応許可いいっすか、いい、みんないいって聞いたけど、一番美味しいとこもらわせていただいたのよ、俺が。強奪ではないって聞いたから、ちゃんと。ツノハレは、コウが提案してくれたんだけど、これね、いや、ちょっと、言っていいんかな、これ。いや、ちょっとこれ言わしてもらうんだけど、ライブの壇上上がる前に、コウに肩をトントンって疲れて、なんだろうと思ったら、拳グッって差し出してくれて、で拳グッって重ねたんだけど、それでめちゃくちゃやる気出たね。それが嬉しすぎて、あんま本番覚えてないかもしんない。それで上がっちゃって、俺個人的に。シャーって。無言でグッてやって。それで俺はスノハレの記憶が飛んだ。同期だからさ、めちゃくちゃ嬉しかった。いやなんか、信じらんねえよな。うずこうと俺が、ああいうフェスの感謝祭の場に立って、二人で歌ってたってことね、信じらんない。だからちょっと最後余計感動しましたね、ちょっとね。うずこうのコメントで。4年やってっからよ。そう、4年やってるんで。さっきの八代さんの配信で言ってたんだけど、グータッチしたんだよね。なんか MC でも言ったけど、なんかみんなに返したいなって思いましたみたいな。自分の中でのそのなんか、ピークに達してて、背中向けて、お気に召すまま見てる八代さん見たら、なんかもうグータッチしたい気持ちが、めちゃくちゃ溢れてきて。本当はね、八代さんだけに語ってもらって、自分から触れない方が多分かっこいい気がするんだけど、でもなんかその、やりたくなったんだよね。やりたくなったっていうことを付け足したかったんだよ、とにかく。裏のなんか待機中のなんかエモーショナルさみたいなものがあったんだよっていうのをね、俺側の気持ちを付け足したくなった。八代さんもなんかそれで熱くなったって言ってくれてたけど、顔見りゃわかるって感じだったね、俺からしたら。うぬぼれでも、その表だから言ってることでもなく、他人の感情に自信持てるって結構すごいことだと思うんだよな。こんな感じですね。
俺だってあれだもん、ラブライブ好きだったんだけど、自分がラブライバーだった時はラブライバーを叩いてくる人たちがもう憎くてしょうがなかったけど、いやそうそうそう、アイマスピーだってキモいのにって俺思ってたよ。今ちょっと中居くん出ちゃった。キモいのにスノーハレージョン。いや今スノハレを無意識にチョイスしたけど、もし中居くんがカバーするとしたらスノハレな気がするな。冬の曲をやる気がするんだよな、もし中居くんがカバーするとしたら。俺ね、あれのライブ行ったよ、4回目のライブかな多分。雪やばかったやつ、あん時に食ったね。え、そう、あん時確か牛丼食ったんだよ、帰り道に。あの寒い中食った牛丼がめちゃくちゃうまかったんだよな。それいくつの時、19くらいってお前舐めんなよ。